Thank you.
ごろになりました。ああ、そうじゃないんだから。子供買ってきて、帰って送ってくれちゃう。そしてこれですね、年賀状に今年しましたよって言って、3週間前に来ていた。550枚。これもらうと嬉しいです。いいはずね。1日どれぐらい作られるんですか。これですか。これも15か、これ15か20ですね。色もつけますから、ああいうふうに。なるほど。だからあれですよ。もうお店はたくさんありますでしょう。一応私たちのお店行ってね、回ってからに、やっぱりおばあちゃんのお店が色もいいし、勢いだって買ってきましたよと言いますか、嬉しいです。あのお店もやっぱり 何年もしてるんですか。はい、あこの店は。で、月あたりですよ、開発期当初。はい。2箇所あるんでしょ。あ？2箇所あるんでね。そうです、はい。2箇所、こっちとこっちですが、こっちとこっち。ああ、そうですね。2つ、こっち2箇所ありますがね、こっちもあるかって、こっち、あっちらはいてね、こちら側ですが、つけてる。ああ、はい。上等ですね。綺麗に見えますね。1階の3階焼くんかな。そうです。1階はあれ、日焼き。そして透明をかけて、あの上からツヤですね、あれをかけてからに、また2回焼いて、また3回の色に、それぞれ温度が違います。この素焼きの場合は800、そして出して、また本焼きの場合1150から1250焼きまして、また3回目は950から900。3回目は、はい、ちょっと低いかな、はい、高は、はい、ああ、そうだね。旅行でいらっしゃったんですか。そうです。いや、まあ、旅行っていうことだけどね、一人でね、フラット。何日のご滞在ですか。いや、明日帰るんですよ。沖縄都道いらして寄ってください。いつもこっちいますよ。朝の8時からですね。6時半までいますから、いらしてください。だから皆さん、お店いらっしゃってね、やっぱり回ってからね、やっぱりおばあちゃんのお店が色もいいし、勢いがあって買ってきましたよって言いますか、嬉しいですよ。これは雨です、これ雨。雨？はい、これ雨、これ赤になるんかな、これはね、これがコバルトブルー、これです、これがだから皆さん同じ色ですねって言いますから、出来上がったのをこの、焼くと違うわけやね、そうです。なるほど。減らしてくださいね。ありがとうございました。おかわりしてください。釜はどこにあるんですか。こっちとこっちです。こっちとこっち、はい、あここで焼く、はい、はい。これ今午前中に書いたもんです。これ。ああ、こちらが。これで。ああ、なるほど。これが削りがやるの。これお魚は何言うんですか。これもあれですよ。県魚、県魚とか大変、はい。形によってデザインするわけたくさんありますよ。陶芸家の日本の陶芸家の先生ご存知ですか。浜田庄司、河合海人さんの方。うちの親父と戦前お知り合いになりまして、石川県の工業所の所で、そして戦前から終戦後までこちらにいらっしゃいましたよ。先生が冬はずっとこっち、こちらのところは寒いからといって、暖かいからね、こっちはね、はい。この場所の葉っぱですね、人気があります。あ、場所ね、はい、場所は出来上がった毛がね、赤がね、非常に